モリアオガエル、モリアオガエル、モリアオガエル、学名、ロッコファースアーボレアスは、両生子ムビメアオガエルカーオガエル族に分類される、カエル。日本の固有種で、本州と佐渡ヶ島に分布する。ただし、神奈川県と千葉県では、人為的に移入された疑いがある。また、四国と九州の分布は、はっきりしていない。離島については、1970年頃から、 伊豆大島に外来種として移入分布している。学名は、樹上性の、ボロをまとったものという意味。発見当初は、シュレーゲルアオガエルの二つの変種、モリアオガエル、バル、アーボーリアと、キターオガエル、バル、インターミディアとして記載された。後に分類を検討し直した結果、両者共にア種に昇格となり、キターオガエルは、モリアオガエルに含まれることになった。 さらに後輩実験などにより、モリアオガイルは、シュレーゲルアオガイルとは独立の別種であることが判明した。体長は、オスが42から6 2ミ、mm、リメートル、メスが59から8 2ト、mm、ルほどで、メスの方が大きい。オスは、陰頭下に、単一の銘濃を持ち、これを膨らませてなく、指先には、丸い吸盤があり、木の上での生活に適応している。 第三子が最も長く、吸盤も大きい。指の間には水かきが発達する。体色は個体差が大きく、全身が緑色を呈する個体もいれば、地方個体群によっては全身に褐色の反紋が出る個体もいる。また、体表には艶がなく、目の光彩が赤褐色なのも特徴である。日本アマガイルやシュレーゲルアオガイルと似ているが、 モリアオガイルはより大型になる。また、ニホンアマガイルとは、目から耳にかけて、黒い帯模様がないこと、シュレーゲルアオガイルとは、光彩が赤っぽいことで、区別できる。一つの卵の大きさは2.6ミ、mm、リメートルほどで、あるが、妖精。オタマジャクシは、全長51ミリメートルまで成長し、尾は細くてやや長い。オタマジャクシは、両目の間隔が広い。変態した りの時期の体長は15から22ミリメートル程度で、ある。産地で多く見られ、非繁殖期は主に森林に生息するが、繁殖期の4月から7月にかけては、生息地付近の故障や水田、湿地に集まる。生態は、他のカエルと同様に肉食性で、昆虫類やクモ類などを捕食する。一方、生態の天敵は山かがし、日本イタチ、日本アナグマ。 タヌキなどである。モリアオガエルの生活史の特性は、特に産卵生態によって特徴づけられる。カエルは水中に散乱するものがほとんどだが、モリアオガエルは、水面上にせり出した木の枝や草の上、地上などに粘液を泡立てて作る泡で包まれた、卵塊を産み付ける。泡の塊の中に散乱する習性は、多くのアオガエル科のカエルで共通しているが、 森青ガエルは産卵場所が目立つ木の絵であることあり、日本本土産の青ガエル科のカエルでは他に、包上の卵解を形成する種が、地中産卵性で、小型のシュレーゲル青ガエルしかいないこともあって、特に目立った存在となっている。繁殖期になると、まずオスが産卵場所に集まり、泣きながら、メスを待つ。鳴き声は、カララカララと鳴いた後、コロコロ、クックックと続く。 メスが産卵場所にやってくるとオスが背中にしがみつき、産卵行動が始まるが、卵塊の形成が進むにつれて一匹のメスに数匹のオスが群がる場合が多い。産卵、受精が行われると同時に粘液が分泌されるが、この粘液を集まったオスメスが足でかき回し、受精卵を含んだ白い泡の塊を作る。直径からセンチメートルほどの泡の塊の中には、 紅白色の卵が300から800個ほど産み付けられる。泡の中では複数のオスの生死がメスが産んだ未受精卵をめぐって激しい競争を繰り広げると考えられており、モリアオガイルの生産の大きさが際立って大きいことの原因と推測されている。泡は表面が乾燥して紙のようなシートとなって紅白色の卵塊となり孵化するまで卵を守る役割を果たす。 1> 約一週間ほど経って卵が孵化する。孵化したオタマジャクシは泡の塊の中で雨を待ち、雨で溶け崩れる。泡の塊と共に、下の水面へ次々と落下する。孵化したばかりのオタマジャクシは腹部に卵黄を抱えているため腹が黄色をしているが、やがて卵黄が吸収され、全身が肺褐色となる。オタマジャクシは、ソ類や、 動物の死骸などを小さな歯で削り取って食べる。オタマジャクシは1ヶ月ほどかけて成長するが、この間の天敵はヤゴ、ゲンゴロウ、タイコウチ、アカハライモリなどである。イモリは妖精が合わすから落下するときに、その真下で待ち構えていて、落ちてくる妖精をパクパク食べる。前後の足が生えて、カエルの姿になった妖体は上陸し、しばらくは、 水辺で生活するが、やがて森林で生活を始める。冬眠は、浅い土中や、苔の下で行われる。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。森やオガイルは、各地で生息数を減らしていると考えられている。主な理由は、生息地の森林などに、人の手が入り、環境が変化したことが挙げられている。一方で、 環境省のレッドリストには指定されていない。さらに、国際自然保護連合では2004年から、レッドリストの経度懸念と評価しており、個体数は安定傾向にあるとしている。福島県二葉郡川内村平福沼へ、ブス沼の繁殖地、また、岩手県八幡大市の大上げ沼森青が得る及び、その繁殖地が国指定の天然記念物と指定されているほか、 各自治体レベルでの天然記念物指定は数多い。愛知県新城市の市のカエルの指定を受けている。受情になる欄会は古来より延命小袋と呼ばれ珍調された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。